4月2日からスタートする青春ファンタジードラマ大魔神カノン、その魅力を宣伝係の武人くんたちが君にあなたに熱く語る。大魔神カノン放課後個人授業。今回の授業はオンバケ考察その2。さて今日も大魔神カノンナビゲートを。おっす、今日も俺に会いに来てくれて大感動っす。大魔神カノンはこの武人くんがナビゲートしてこその番組っすからね。武人くん、ここに来れば。いや、いいっす。今日も昨日に続いて人の愛を受けて生まれ、人に恩を返すべく生きるオンバケについてっす。じゃあ VTR ブーンブーン、うん、ブーン。石灯籠のオンバケ十三はオンバケ界の生き字引で大酒飲み。今やイバダダの力は予断を許さねえことになってる。いい加減な人格者の十三はベテラン長戸博之さんのお芝居があってこそのキャラクター。今は一人で考え、どうするべきか一人で決めるべき時だ。オカマのオンバケおたきは東京のオンバケたちの詰め所である大ちゃんの店主。冗談だよ。十三、ちょっとこっち来な。なんだい。口は悪いが気立てのいいおばばを柴田理恵さんが講演されています。カノンちゃん、あんたが苦労した甲斐があるといいね。テレビのオンバケ翔太役は鈴木福くん。素直なお芝居に大注目です。あの歌オラは好きだけど。他にも金庫のオンバケタメ吉、あの大阪の方の茨城に引っ掛けちゃって参った参った。夜間のオンバケユモンジ、申し訳ない。ガスコンロのオンバケカエンジ、そしてカマキリのオンバケキリノハなどユニークなオンバケたちを生きのいい面々が演じています。やっぱり武人くんが好きなのは霧の葉ってこと。うわ、おいや男っす。綺麗な姉さんたちを好きになって何が悪いんすか。あ、明日もユニークなオンバケさんを大紹介っす。じゃあブンブンブン。大魔神カノンは4月2日深夜1時23分からテレビ東京他にて。